手前から第3殿、第1殿、第2殿、第4伝を、6殿、第2殿熊野神社は、岡山県倉敷市号内にある、熊野神社。日本第1熊野十二社権元,元宮と称する。祭神は、伊沢波神、伊沢泣神、内藤子神、早玉の神。社殿は、左から第3殿、第1殿、第2殿、第4殿、第5殿。 第六伝と並ぶ熊野本宮大社と似た形式を、とっている。主元道の祖といわれる炎の大角は、文武天皇三年、朝廷より卒業を受け、熊野本宮に隠れていたが、伊豆大島に配るされた。社伝によれば、この際、義学、義元、吉寿根、武吹元、法元ら五人の弟子たちを中心に、熊野本宮大社の合身体を奉仕したとされる。彼らは三年にわたり、 各地を放浪し、遠の洲沼が社名となった大宝元年3月、新宅を得て、現在の地に、奇襲熊野本宮を先座したとされる。天平十二年、聖武天皇が、小島一円を熊野神社の車両として寄進した。天平法治五年には、奇襲熊野と同様の社殿を整え、付近の君に、新宮を、三村に、那智宮を建て新熊野三山とした。熊野神社と、 主言道の寺院が一体となった、神仏集合の形態を取る宗教施設として栄えたが、平安時代中期以降は衰微した。上級三年、上級の乱が勃発し、敗れて大きに遠投となった後鳥羽上皇に連座して、上皇の第四巫女、大筆都市神皇が小島に入るとなった。大筆都市神皇は衰退していた熊野神社と寺院を再興し、以後、 南北朝の頃まで繁栄した、室町時代になり応仁の乱が勃発すると、この地も戦乱に巻き込まれ、応仁三年には、細川勝元方に加担した、格王院宴会を中心とした兵により、新熊野は焼き打ちに遭い、ほぼ全焼した、明王元年より焼き払われた、建造物の再建が開始された、現在、国の重要文化財に指定されている、 第二伝はこの時造営されたものである。現在見られる第二伝を除く社伝は商法四連に池田三翼によって造営された。明治時代になると神仏分離令により十二社権元は熊野神社となり他の寺院は天台宗寺院となった。平成15年9月、明和5年建造の廃殿を失火により全焼。平成19年10月に再建した。 重要文化財、岡山県指定重要文化財、岡山県指定記念物。後憲天皇が、天平神後元年の紀州行行の際、日本第一大霊元書との称号を下したのは、本家である紀州の熊野三山の一つである、熊野早玉大社であり、岡山県の熊野神社に対してではない、岡山の風、郷土史、ありがとうございます。